はい、ADC グループやっていきたいと思います。録画ガシガシキャリーしまーす。イェーイ、見てください、この構成。ミッドノーチラス、ジャングル、ケイル、トップ、ヤスオ、ADC グループでございます。すごいゲームが始まるぞー。楽しくなってきたー。あー、てかあれか。これにも倒してる。圧倒的プッシュ能力。大丈夫か。タイミングやろ、これ。行くべ。無視です。ハラスとか無視です。あまりにもプッシュ能力が高い。フリートにすればよかったな。フリートになったらもっとなんか無視できるんだけど。ダリーは。プッシュ性能マンジマジで。見てこのプッシュ性能。入りまーす。どうよ。入ればいい、ヘルスが減ったら。どうだろう。でもヴァンパイアセプター積んで押し続ける。これよこれ。あまりにも早いリコールは相手のリコールを止めることができる。効率中なんで、やっぱり。これでフリーズしてあげたらええねん、こんな。そうね、どうガンクすんねん。出た、だいぶできるんだ。プッシュ以外の強み？こんなもんもう、レイト性能やろがい。レイトスケール100点みたいなとこある、こいつ。押すな、押すな、押すな、押すな。勝手に押すな。わしのミニオンを。ちょ、むちゃくちゃ嫌な気分なんやけど。ちょっと押したから。やっぱいいところで言うと、相手のことやっぱ無視できることやね、こうやって。最強だろ、こいつ。もう一個入れてえな。リコール阻害しといて、入れると思うなっつっての。入れると思うなってリコール阻害しとんやから、お前。先に。タワーもう追ってあげて、どれぐらい痛くても無視。見て、600しかない。あと
待って、ブラクリから行こうかなと思って。いいだな。眠れなかった際、ちなみに近接より離れた方がパワーダメージを負っているトリックあります。マジそれトリックじゃん、それバザップじゃん。あ、投資しちゃった。あ、いやな、痛ぇ。羽根付き餃子さん、試験開始からもっと押せる？わら、もっと押せるね。やばい、さすがに、ああさすがに回復できんかった。なんか電撃じゃないだよね。え、なんか、いや俺ナミの電撃食らってんのかなと思ったら違うわ。やばい、エズだ。気のせいじゃなかった、これこの痛み、この痛み気のせいかと思ったら気のせいではなかった。これそうなるんだよ、これ。ミッドレーンのタワーが攻撃されています。味方が倒されました。トップレーンのタワーが攻撃されています。ピークとバカがいる。最初のタワーが破壊されました。足が速い。最強でしょ、最高のジャンプでしょ、こいつ最高だよ、最高だ。一番面白いこのジャンプ ADC で一番おもろいかもしれん。不思議だよこいつ面白さ。もうタワーだって関係ないよね。ルルごめんね、俺の代わりにゴーを背負ってくれ。ははは、うまかった。上の方が楽しそうだ。めめめ、おもろいだけかこれ。上さてはもう何にも、すべてのスキルを俺が受けよう。君たちの見えてんなこいつ、でかいが。ゴリラです。
2個フラッシュ取れたかな。アドクとは思えない進軍の仕方やろ。前だけなんだよね。あ、やばい、これはやばい、やだー、危ない。なんかせっかくだし行ってみるか。まあはもうルルもなんか嬉しそうやろ、後ろでついてきとって。この ADC なんか素敵ってなってるもん。うんくしてるわ。楽しい、圧倒的だね。そうよ、それやりたくなってきたでしょみんな。何やその動き。うわー、あ、声出た。ケイル上手くね、なんかさっきからちょっと思ってたけど、ケイル上手くね。3コアまで行きてえな、3コアまで行きてえよ。これなんて4か。俺このケイルからこのキルがジャングル取れねえよ俺。いや、キャリーの覚悟してるよこいつ。グブ ADC はやっぱりおもろいんだから、よかった。おもろさ詰まってるわ。悩んじゃった。正直フロートベルト欲しいんだ。なんかケイルが強いのちょっと違うわ、なんか解釈違いだわ。
これやべ、待って。うわー、いやー、やっぱパワー足りねえな、ちょっとだけ。このルールめっちゃケアしてくれるのに。あああといいのあれだね。いやーこれくそー、ちょっとブラインドがちょっと悪すぎた。いいのー、物理防御力上昇と、まあ、あと回復だね。シンプルに。ああこのルルの献身的なサポートがありながらこんなスコアな自分が許せないよ。見てこの男らしさ。おらしい。兄貴と呼んでくれ俺のことは。ウルに食わすからなこれ俺も。ありがてえよこんな ADC 来てるのにやる気があって。違うんだってそれは。これちょっと違うんや、なんか強いのは違うんや。よくあっちゃいけないのよ。フラッシュイン判断が早い。あんのか。割りそうな気もすんな。そうなんやな、俺何もしてないやん。アルティメットかすめただけ。いやでもおもろいわ。おもろい。おもろさだけは仮ではないかもしれない、この試合は。でもおもろかった。ほらほら、で2万6000円よこれ。さっき戦ってた多分8万6000円ぐらい出てる。さっきの集団戦最後戦っとけば8万6000って考えたら相当出てるよ。でもタンク